はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはルナリアバーチャライズ、ムーンチャイルドということで、君とかける奇跡だけを信じて。これ何なんだろうな。値段見ると結構安いんだよね。何なんだろう、どういうゲームなんだろう。まあ、2024年2月22日発売でセロ B ということはわかる。はい。イントロダクション。月バーチャルと地球リアル。なんでなんで月バーチャルなんだろう。まあいいや。あ、月という設定のバーチャルなのかな、わかんねえや。38万4400km をつなぐ SF ラブストーリー。ビジュアルアーツのブランドキーが送るキネティックノベルルナリアバーチャライズドムーンチャイルドが任天堂スイッチに登場。近未来を舞台に地球の天才ゲーマーと月面のサーバーに住む AI が織りなす波乱に満ちた感動に満ちたボーイミーツガールをお届けします。ということで、テキストは3言語に対応。いやいや、まあテキストは日本語、英語、中国語、簡体字の3言語に対応しています。音声は日本語によるフルボイスです。環境設定とデジタルマニュアルも3言語に対応していて、マイナスボタン、もしくは2本指タップによりプレイ中いつでもすぐに表示言語を切り替えが可能ですと。まあでもこれはあれだな、普通にこれあれ、これはプロトタイプさんのタイトルかな。いつもあるよねこれ。はい。テーマソングのフルバージョンを収録。あ、それもあるんだ。以下2曲のテーマソングのフルバージョンを収録しています。ファーストテーマソングルナーライズ、セカンドテーマシングルプリズムのお姫様。物語を読み終えるとタイトルメニューエクストラスの、ミュージックで聴くことができます。フル HD 画質対応、タッチスクリーン操作フル対応、片手プレイも可能、任天堂スイッチライト対応。まあこれ本当にいつも あのプロトタイプさんのかなんか PC からの移植系タイトルによくあるパターンかな。で、ストーリー、スカイアウトフォーエバー、それは最新鋭の VR バトルアクションレース。T-BIT は、高校生ながら向かうところ敵なしの天才ゲーマー。来る日も来る日も SOF にログインしては商品を荒稼ぎしていた。そんなある日、彼は不思議な空間に迷い込む。誰もその存在を知らない月面サーバールナーワールド。そこで出会ったのはルナーキューと名乗る AI アバター。なんでも彼女は月面開発事業の没マスコットキャラで、一目地球を見たいというが、月と地球、バーチャルとリアル。38万4400km をつなぐラブストーリー。はい、そういうことですか。そういうことですか。はい。ということで、キャラクター。地球に憧れる月面 AI、ルナキュン。あ、ルナキュンっていうんだ。で、ちょっとイケメンな天才ゲーマーですね。はい。まあ、他にもなんか、なんか怪しいのばっかだな。で、システム、キネティックノベル。本作は選択肢などによるストーリーやエンディングの分岐がないキネティックノベル、ビジュアルノベルです。だから読み物として見て演出面を楽しむ感じで、ストーリー的には一本道ってことか。アニメや映画を見るように小説のページをめくるように物語を読み進めていきます。操作していることにを感じさせない快適な操作性により、没入しやすい環境を作り、美麗なグラフィック、心を揺さぶる音楽、臨場感あふれる多彩な演出、実力派声優陣によるフルボイス、主人公を含むなどが良質なシナリオを盛り上げます。なるほど、読み物です。はい。で、プレイが快適になる拡張機能も充実。だからプロトタイプさんのやつ毎回これ入ってるから、この辺はだいたいね、そんな感じです。ということで、スペック、ルナリアバーチャライズドブーンチャイルド、
でジャンルがキネティックノベル、ビジュアルノベルで2024年2月22日発売で、パッケージ版、あ、ちょっと待って、これあれだ、初回限定版があるな、これか、初回限定版、ふむゆん氏による書き下ろしイラストをあしらった B2 タペストリー、英語アクリルパネル、50ページを超えるアートブックをゲームパッケージとともに特集ボックスに収めます。アートブックは PC からの改訂版です。各アイテムの画像はすべてサンプルです。初回限定版はなくなり次第、販売終了となります。で、特製ボックスとゲームパッケージと書き下ろし B2 タペストリー、英語アクリルパネル、アートブック、アクリルパネルは新規イラストなのかな。タペストリーは、アートブックと一緒だね、これ。この特製ボックスのデザインはどれなんだろう。特製ボックスのデザインは出てないね。わかんないね、これだと。わかんない。この辺に出てるかもしれないけど、この辺か。出てるかもしれないけど、わかんないです。今のところよくわかんないです。はい。ということで、これで、はい、これで、通常版が3520円で限定版が9900円なので、まあ、6000円以上のボリューム感のあるグッズになっているかどうかの判断でも、最近アクリルパネルとタペストリー入ると結構高いイメージはあるから、まあこんなもんなのかな、うん、というところです、うん、まあ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 、そうね、いやー、本当プロトタイプさんのね、タイトル、スイッチタイトルってなんか結構僕の中では高値安定のイメージなんだけども、でもこれ定価が安いから買いやすいかもしれないね。はい。まあ限定版もな、プロトタイプさんのってこんな限定版出してたっけ今まで。タペストリーっていうと結構エンターグラムさんのイメージが強いんだけど、まあ皆さんやってますね。うん、まあ、何なんだろうな。僕いつも不思議に思うんだけど、こういう手のゲームをプレイする方々は、タペストリーが好きなのかな。ね、ちょっとそこら辺がちょっと不思議になって、ゲーム内容全然関係ないけどごめんなさい。そんな感じの感想です。はい。